ちゃこちゃんの、お腹を守るための服というのを考える前にですね、昔いたチョキという猫が着ていた、猫用のお洋服、これを出してみました。で、今ちょっといろいろ話をしてみた結果、前足、腕のことですね、の位置からこの距離だと多分この辺に傷が出てきちゃうだろうと。で、いろんな服がみんな同じくらいしか履いていないと、まあ、これは着心地が悪くしないための、考慮だと思うんですが、後ろ足、足がね、動きやすいようにとか ね、この分だとちょっと違うかしらという感じ。これはちょっと距離あるね。ここが肩か。そうなのね。肩が出てきて、これチョキが表紙で着てたやつだね、うん、かわいいけどね、かわいいじゃん。それとも こういうとこにさ、なんかつける、うん、ああ、なるほど。その時間があったら T シャツで作っちゃった方がいいか。うん、なんか T シャツだと、うん、まあちょっと細いから、うん、あのピタってなって、舐めにくい、脱げにくいっていうのは確かにあるなとは思うんだけど、ちょっとね、これとかもあの大人用だから、うん、ちょっと幅とかがあるし、かなっていう気もちょっとする。じゃあ T シャツでネットで調べて作り方をやってみましょう。で、まあ、両であるから1本潰すつもりで、このちゃこちゃんが起きるたびにですね、なでなでをして、でも素直にそのまま寝てくれるところは大変ありがたいです。ちょっと大きい声になっちゃったかな。これをやってる限りは安全ではあるんですが、これから夜中眠くなっちゃってからがちょっと心配といえば心配なので、はい。ちょっと見ず知らずの方のホームページを見ながらですね、なるほどということで、これは黒犬おじさんの使い古した長袖 T シャツ、これを、黒犬おじさん風ざっくりでここ、この線を切りましょう。これだったっけ、忘れちゃった。こっちでしょうか。ちょっとなんか本当大丈夫、本当、うん、ダメだったらもう一本あるし、ちょっとなんか膨らましてきてた、そんな感じですよね。この無計画が黒犬のいいところ、いいところかな。そしてこういうふうにちょっとここに隙間を空けて十字を切るみたいに2枚とも2枚重ねのまま、うん、そうなんだ。え、ここ、そう、もうちょっと深めでも、この辺、これだな、ここ、ここ、うん、そうで違いない、このくらいかな、わりかし切ってるね。まあ、一回ちょっと切って、ちょっと、もうちょっとこっち側に切ろうか。じゃあここは残して、こっち、うん、1センチ。あとは十字。どんくらい？これ？うん。ごめんね。よいしょ。十字。ちょっと斜めっちゃった。でしょ。そして。みんな本当大丈夫かな？まあ、あの、誰ならここ引っ張ってちぎっちゃえばいい。うん。そして。こっちは割とこっちに近くだね。このくらいの距離のこの線をここくらいからだね。ここ？うん。こんないい加減でいいんだろうか。ここでいいんですかね。うん、こっち。もうちょっとかな。そうだね。
成です。でこれで、これとこっちが頭ってこと？そういうことだね、細い方がね。チャコちゃんは、ケージの中から出たがったりしていません。まあ、さっきから目が覚めると黒犬おじさんに寝かしつけられて寝てばっかりという状況なので、それはそれなんですが、そんな時にですね、もう晩ご飯の時間で、ほらしおんくんはまだかなっていうふうに待っています。とりあえずしおんくんを外に出し、釣られて、もしちゃこちゃんが出てくるようであればこの服を着せます。そんな計画で、用意スタート。ベッドの中だとね、もし逃げて下に落ちたら怖いので、ここに出てきた時に、動画でね、寝転がして、そうだね、簡単に切れるって言ってたけど、さこちゃん一回開けましたけどどうですか？着せるはあれかな。そうね。じゃあちゃこちゃんの方が起きちゃって、これはやばいっていうことになったらこれにしようか。寝てる間はこのままにしときます。はい。まつけとけばいいんだよね。そうだね。で、もしあれだったら、黒犬おじさんが眠くなっちゃうことが一番の心配事です。なるべく。これだったらいいかっていうところまでは付き合いますが、頑張ってみましょう。さっきちゃこちゃんが起きましたが、お腹の糸をかじる様子はないですね。ちょっとくつろいでる感じかな。この状態でいてくれるんだったらいいんですけど、もし糸をかじるようだったら洋服ですよ。大丈夫かな？寝る？フォーメーションに今なっています。ちゃこちゃんが手術をして帰ってきた日はこのような妙な感じになるんでしょうか。はい、ちゃこちゃん。ちゃこちゃん、糸噛まないでね。さっきですね、ちゃこちゃんがやっぱりこのように糸を噛もうとしたところに、黒犬パパが、と近づくとですね、寝たふりをするんですよ、この人。ほら、ほら、なんかこの糸噛んじゃダメなんだなっていうのがどうやら伝わったらしくてですね。はい、じゃあちょっとなでなでしようか。ちょっと涙目だね。少し痛みとか違和感あるのかな。
ですか。はい、ご飯ですよ。あんずちゃんいいかね。あんずちゃんはあんずちゃんで、今日、ちゃこちゃんが病院に行ってる間、ケージをずらしながら掃除をしたところ、あんずちゃんだけケージの中に残っていたので、ちょっと怖くてですね、ベッドの中にずっとこの時間まで、夜になるまでずっと寝てました。ちょっとだけショックだったようです。ごめんね、あんずちゃん、まあでも、すっかり戻ったね。よかった、ご飯食べられたら大丈夫いいかね。はい、はい、しおくん、大丈夫じゃん。はい、じゃあまずカリカリね。はい、次カリね。なんか下に降りたね。下で食べる？下で食べたい？下？出たいのかな。ちょっと下に置いてみようか。だね。トイレも入りそうだけど。うん。よいしょ。下はちょっと給仕がしにくいんだよね。うん、はい、どうぞ。ご飯ですよ。はい。ここに置いとくね。なんだろうね。大丈夫？あ、ちょっと吐く雰囲気あるね。られるかな。ちゃこちゃん頑張って。着せてみようと思う。はい、大丈夫大丈夫。はい、いいかな。はい、怒ってる、怒ってる。はい、はい。難しいね。